ぴょん。そんな弾じゃオイラには当たらないぴょん。ぴょん。あら、当たるじゃない。ウリちゃんさすが。お待たせ、恵方巻きできたわよ。みんなで食べましょう。やったー。うわー、美味しそう。かんぴょうも入ってる。栃木県かんぴょう組合のホームページに作り方が載ってたから作ってみたの。他にもかんぴょうのハンバーグ、かんぴょうサラダ、かんぴょうの豆乳リゾット、いろんなかんぴょう料理のレシピが載ってるわよ。さすが栃木県かんぴょう組合。私も今度作ってみようかな。かんぴょう餃子のレシピは、それは自分で作ってみたらいいんじゃないかしら。豆まきしてお腹ペコペコです。早く食べよ。ストップ。せっかくだから恵方巻きの正しい食べ方で食べましょう。正しい食べ方？ルールその1、恵方を向いて食べること。今年は南南東ね。ルールその2、食べ終わるまで黙って食べること。ルールその3、一本一気に食べること。この3つを守ればご利益があるそうよ。南南東、あっちだよ。よし、ムロニエルにご利益があるように気合い入れて食べるぞ。いい？喋っちゃダメよ。わかってるわね。それじゃあ、スタート。マロニエルにどうか服を。ご利益よ、来い来い。ファンがもっと増えて、全国的に有名になって、そしていつかはドーム。みんな、そっちテレビ出るかな。あなたもアバカもイチゴを食べれば、ベリーハッピー。あ、今のなし、ノーカン。喋れないから、神様がいる方角のことだべり。年神様はその年の幸福や金運などを司る神様なんだべり。へえ、もしかして年神様の知り合いだったりして。その通り、知り合いだべりよ。知り合いだった。まあここだけの話、毎年恵方の方向が変わるのはかなりの引っ越しマニアだからだべり。マナミン、神様は。いろいろなかんぴょうレシピが載っているから、ぜひ参考に作ってみてね。ホームページは www.kanpyou.jp よ。次回のボイスコミックもよろしくだぴょん。